それでは本日のゲストにご登場いただきましょう。それでは自己紹介お願いします。はい、ザランページパフォーマーの岩谷翔吾です。岩翔って呼ばれてます。よろしくお願いいたします。岩翔です。そしてはい、皆様どうも、ザランページパフォーマー浦川翔平でございます。よろしくお願いいたします。イエーイ。岩翔と翔平でございます。はい、はい、お願いします。岩翔と翔平、翔平君、お願いします。さて、どちらが姉さんに弟子入りしたいと思ってるでしょうか。翔平よくぞまあ体を張ることが大好きです。何すの、なんかもうさ、抑揚がさ、はいどうもランペンジのまあ何ですかね、長崎なまりですかね。アーティストの抑揚じゃないよ。岩翔君はそうではない。もう僕は、ね、あのいつも弾いてます、ちょっと若干見守っていただいております。おかしいよね、抑揚が。なんかちょっと昭和っぽい。そうなんだ。いいね、いいね、いいね。岩翔は廃炉に出てたりとか、はい、俳優の仕事とか、はい、いろいろやってたりとか。そうだよね。そう、見てるよ。そうだから、ね、一緒にいろいろ出てもらったりとか、作品だったりとか、ね、廃炉の中でもそのノリさんのパートに、うんうん、あれ、こんな華奢な子だった。そうなんです。そうそうそう、はい、見てる、見てる。で、翔平は、はい、まあ、演技もこの間、あ、うん、アイスボックスの CM もすげえ上手だったのよ、翔平。まだ三半規管ぶっ壊れんぞって言ってちょっとね、あのまあ型から外れたようなあの演技をさせていただきました。型にはまらず。なんだろうな、喋り方。なんか面白いな。引っかかりますよね。面白い。一癖、二癖。そんな翔平はだから演技もさることながら、でも事務所としてはこのキャラクターを生かしながらバラエティどんどん行けばいいんじゃないか。いけるんじゃないこれ。そう、ということで、だから今回ラジオ出てみっちゃんに弟子入りさせてもらえないですかって逆にマネージャーさんからオファーが来まして。そんなことあんだ。いつもなんかさ、ゲストとかいやいや来てんのかなと思って、プロモーションだから、プロモーションだからしょうがねえっつって来てくれてんのかなと思って。だからね、翔平はだからあと何、アイスボックスのあの CM も振り付けやったりとか。そうそうそう、あららら、シャカシャカ、はいはい、シャカシャカやった。シャカシャカ、あれね、翔平。そうですね、まあ最近 TikTok っていうアプリがあるじゃないですか。やっぱ若者の方から、うん、年齢層の深い方まで、うん、あのまあそこの、まあ、TikTok のその層になんかちょっとポップな、うん、すぐ覚えれるような振り付けないかなと思って、今回あの与那嶺瑠衣さんっていう、メンバーの方と2人で考えさせていただきました。わかりやすい説明が、わかりやすいな。ディテールはしっかりと説明させていただきました。すぐ分かった。面白いでしょ。なんて面白いな。なんだろうな、町役場の人って本当にランページ。はい、一応エグザイルトライブという名を背負って生きています。いた。だからランペの中でもくる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 回れるアクロバットも、アクロバットもやりますね、はい、あれまあね、組み合わせるというかね。そうそうそう、バラエティとアクロバットですね。そうなんですよ。さあ、そんな2人にアンケート取ってるんで、はい、なんかね、この番組では、はい、来てもらったゲストに、はい、俺たちが独断と偏見でキャッチコピーをつけるの。おお、なるほど。そう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 、で、はい、それを紐解くためにアンケート書いてます。そうです。そうなんです。そうなんです。掘り下げていきます。うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。だからどんどんちょっといろいろ質問していくんで、ガンガン答えていってくれる。今 ね、ちょっとね、バラエティの話してないからね。そうなんですね。アーティストよりのことをちゃんとね、知りたいな。よろしくお願いします。そうだね、だから2人ともに聞いてみようかね。つまりランページってどんなグループですかっていうね、はい、質問をね、はい、じゃあまず言いましょうか。そうですね、本当になんか、まあ、ザ男みたいなグループで、本当に、まあ、例えでよく言うのがなんか、うん、生肉みたいな感じっていうのはよく言ってて、生感、なんかその変に加工肉みたいな、なんか手を加えてない、もう肉がそのままボンと出されましたみたいな潔い感じがランページなのかなとは思ってます。そうだね、はい、パラキーズリだね、まあ、デビューからそうだったのよ。でも最近ちょっとね、可愛いっていうのが受けがいいって思ってないよお前ら。いやいや、思ってないですよ。そんなちょっとこなれてませんから、まだこなれるには早い。今とかももっとガングロでさ、ヒゲとか生やしてよ。本当だ、毛が生えてない。
なんかツルンツルンでさ、ツルツル、腕毛なんか何もない、ツルツルじゃないか。一時期メンバー16人いるんですけど、半分ぐらいドレッドで膝の行ってみたいな感じだった。そうだったよね、最初尖ってましたね。それで生肉だったら分かるけど、ちょっと今なんかさ、今もう全然魚肉よ、魚肉よ。フレッシュ出回りすぎた。1個目の質問ですかね、これ。逆に翔平はどんなグループだと思った？私はグループという枠を超えて家族のように仲のいいグループだと思います。本当か、心こもってねえな、なんか。翔平ふざけてるでしょ、ずっとふざけてるね。ちょっとあの根がふざけちゃってるね。どうしてもね。そうなんですよね。いや、いい、いいじゃないですか、ね、いいんだよ、グループ仲いいよね。本当仲いいんですよ、あの、うん、プライベートとかも、うん、あ、まあ、飲みに行くなりご飯に行くなり、本当メンバーと一緒に過ごしたりしてるんで、ね、本当になかなか16人もいてこんなことあるのかなってぐらい本当仲いいんですよね。そうだよね、本当この自粛生活の前とかは、うん、一人一人の誕生日来るたんびにみんなで集まって、うん、16人集まって祝ってました、うん、しょっちゅう来ない誕生日。16個あるんで、まあ一月に3人とかありますね。うわー、えらいこっちゃね、まあ、グループの感じは分かったね。そうだね、なんか雰囲気分かった。じゃあさ、はい、これ聞いてみようよ、うん、ランページ内のルールや流行ってることありますか。あー、うん、知りたいね。どう言わせ。そうですね、あの、まあ毎朝その今のこのご時世もあって検温をしてて、うん、で、はい、その時間に合わせて、まあ、10時なんですけど、うん、10時までにあのメンバー全員でそのグループ LINE にスタンプを送るっていうのは、うん、あのもうやってますね。これも本当に毎日、はい、まあ、これも、あの、まあ、もう20歳超えたいい大人なんで、うん、遅刻はないだろうってなってたんですけども、うん、まあ、うん、まあないでしょう普通は。浦川くん筆頭に遅刻大魔王が俺かいっていうところなんですが、まああのこの起源をたどったところ、まあ、地方であのライブとかやるときホテルに泊まるじゃないですか、そこで遅刻をしてしまったときにどうにかこれを防げないかとメンバーが考え、朝の集合時間の30分前にスタンプを送り合おうっていうのが起源で、それが未だに続いてるっていう。羨ましい、偉い、いい。俺白衛さんともかれこれ20年ぐらいのお友達なんだけど、この間ね別件の打ち合わせで、はい、絶対に来てほしい時間に、はい、そうなのよ、連絡しても、はい、朝からずっとつながんないの。で LINE も 3,4 回打ってんのにひどくにもなんないの。もうこれやばいと、絶対来ねえと。それで、打ち合わせの相手にもしかしたら俺一人になるかもしれませんかとりあえず俺が全部一回聞いといて後で共有しときますんでって言ったら、まあそうですか、分かりましたみたいな感じで始まる20分ぐらいに既読になって大丈夫ちゃんと行くよって入ったの。もうさ今日ちょっと早めに行ったじゃん。いや早めだけどさ、電話も出ない、既読にもなんない、これはやべえだと思うじゃん本当に。すいません、すいません。そうでもなんか羨ましい、なんか二人の偉いよね。もうさ、はい、それで今不思議なんだけど、はい、LINE の音とかが苦手なの、ああそうなるほど、集中してる時に、はい、それ切れるのよ、はいはいはい、だからよっぽどことがないと、はい、こうなんないようになってって、はい、学ぶほどとかしてて、はい、ギリギリまでなんか作業して準備したりとかしたら、はいはいはい、ごめんねとかさ、はい、それさ15分寝てる時とかもじゃあ LINE とかデランとか音が鳴るってこと？なりますね。平気なんだ。平気なの。もう数年それで生きてきちゃったんで、それに対応しちゃったってことですね、体が。現代っ子、現代っ子。俺あれだよ、別にもう寝室に携帯持ってってない。目覚ましは？目覚まし、目覚まし時計。時計でやるんだ。うん。え、みんな携帯持ってってんの？携帯の目覚まし。私携帯の目覚ましで、私は全部音は消音で、目覚ましだけ。そうそうそう、鳴るじゃん。目覚ましだけ鳴らすことができるから。携帯信用できないのよ、止めたりとかなんか自分でしちゃうし、なんない時もあったりするし。私怖い時は5分ごとに5個目覚まし入れた上に、うん、ああ俺も5分置きとかに5分置きの5個入れた上でのスヌーズスヌーズスヌーズ。スヌーズ。白衛さんの家に俺は時計があるのかって不思議だよ。ずっとマジで俺はマジで体内時計で生きてんのかなと思ってた。あ、でも私もそうなのよ、時計見ないのよ、うん、で噛んでくるもんで、うん、上手でしょ。すごいね、すごいですね。時計見たくないのよ。さすがに俺も、うん、遅刻とかしたらまずいと思って、うん、結構ねちゃんとしてた。あ、本当？うん、
もちろん。あ、よかったよかったよかった。早めに行こうと思って計算して、はい、チャリンコに向かいました。あとね、小さな音でパッと起きちゃうのは動物に近いんだって。まだ野生の血が生きてんだって。じゃあ生きてる。そう、まだ野生なので、逆に人間になっちゃって野生の牙取れちゃうと、あの明るいところでも音が鳴ってても眠れる人になっちゃうんだって。だから睡眠の先生が言ってたけど、パターンって深く眠れちゃう人の方が野生でない。あの、実はどこでも寝れる人の方がやんちゃで野生っぽいけど、実はすごく人間なんだって。そっちの方が現代的な機械に慣れてる人で、ちょっと神経質で眠れませんっていう方が野生的なの。動物の血がちょっと残っちゃってる。そうなんだ。確かに、あの、街とかに猫とかこう寝てたりするじゃないですか、ちょっと近づくだけでパッてなりますもんね。まあそうね。まあ敵が来たってことだね。遠くが弾むね。ね、でも全然2人を掘り下げられてないよ。待て待て。やべやべやべ。ちょっと掘り下げろ。基本的な質問していいですか。いいよいいよ。この世界を目指したきっかけ。それ聞いて。これは聞いときたい。ああ、なるほど。翔吾ちゃん。うん、はい。まあ、僕は本当にまあザって感じなんですけど、あの、まあ、2007年のエグザイルさんのライブを見て、あのそこからダンスを始めて、まあ、もうそっからずっとですね。もう2007年って何歳の時？僕が、10歳ですね。子供の時だ、はい、小学5年生でしたね。その時ってサポートで入ってた時？いや、ま、もう全くあのお母さんに連れられて。あ、お母さんがファンだった。はい、で行ってみたら、そうですね、僕と同じようなちっちゃい子たちが、あのなんかサポートダンサーで出てるのを見て、あ、2人とも EXPG だもんね。そうですね。そっかそっか。へえ。それであのダンスのあれに入るのか、はい、小学5年生の時にその EXPG っていう ADH の経営するダンススクールに入ったんですけども、まあ、その翔平は、まあ、僕大阪出身なので大阪校で、翔平は福岡校出身で、もう小学生の時からだよね。そうですね。え、もう2人知ってんの？もうずっと知ってます、小学生から。え、そうなんです。でダンスのジャンルもなんか一緒で、そうなんだ。基本的になんか翔吾と翔平は親身にしとけみたいな、もう小学生の時から、そうなんですよね。なんか話したところだけど一緒に会うことがあったってこと。そうですね。なんか例えば東京でツアーがありますとかになった時にこう呼ばれて行った。地方からそれは代表、代表が呼ばれるみたいな感じ。特待生だから。で選ばれててお互い。で、そうですね。もうその時からもなんか、ドレッドヘアを上だけやって横は2ブロックでパイナップルみたいに2個、うん、2個結んでましたね。それ何歳の時？それもう小6とか。すげえな、すげえな。だからもう最近は頭皮が危ないってことでドレッドはやめました。それでじゃあ小学校通ってたの？そうですね、友達には変な目で見られてたであろう。でもまあ仲良くはしてもらってました。まあ、ダンスやってるしな。そうですね、あの子はね、もうプロだからって思われてる。そうか、いやー、え、何に今じゃ岩翔平はライブ見に行ってるでしょ、はい、翔平は、はい、自分は、元々親父の影響で、あの幼稚園から DJ やってたんですけど、その時に長崎のテレビで宇佐さんとマキライさんとアキラさんがなんか長崎にライブをしに来てて、ラザユニークっていうグループ でそれで一緒に出演したのをきっかけに、アキラさんが白い手袋をつけてて、めっちゃなんか踊ってたんですよ、それ見てこの人みたいになりたいなって思ったのを親父に言ったのがきっかけでダンスを始めさせてもらったっていう。その前に何か子供の時から DJ やってましてがさらりと言ったけど、さらりと言ったけどすごくね。親父の影響で。そうですね、親父がもう本当ヒップホップとかレゲエオタクで、あの居酒屋やってて、そこに DJ を呼ぶような環境で自分も生かされてたんで、その影響で DJ やってまして。子供の時って そんな保育園さんとか幼稚園生とかの幼稚園もう年長さんぐらいですかね。もうキュッキュッキュッできたの？キュッキュやりましたね。うわ、すげえ。で会話もおはようとかやつ。エフェクターかかっちゃって。そこまでは影響されてないです。そこまで生活に支障はないぐらい。すげえ、スーパーキッズじゃん。そうだよ。で今もだから DJ すごい上手で、ライブとかでもよくやってるもんね。やらせていただいてますね。すごいね。もっとなんか変な話出てこねえから、なんか面白い話探しみたいな、なんか変な癖とかさ、そうキャッチコピーができないんだよ。なんだろうな。
まだちょっとフェチとかね。そうなんだよ。じゃこれにないかもしれないし、ましていいよいいよ、はい、子供の頃、はい、何が好きだった？何でもいい、何でもいい、ノージャンル、ノージャンル、音楽でも遊びでも、はい、人の名前でも、うん、パッと思いついたもん、うん、子供の頃好きだったもの、これウルトラマンとかさ、うん、何でもいい、何でもいいの。ああそっか、パッと出てきたの、パッと出てきたもの、あれですね、虫キングですね。おお、懐かしい、めっちゃ昔にめっちゃやってましたね。なるほど。じゃあ自分はシュリケンジャーとアバレンジャーですかね。シュリケンジャーとシュリケンジャーってあったっけ。シュリケンジャーっていうレンジャー系今いろいろ出てますけど、ハリケンジャーじゃない、ハリケンジャーじゃない、ハリケンジャーですね。自分もちょっと飛んでましたね。忍者2つなかったよな。ハリケンジャーだよね。ハリケンジャーです。ハリケンレッド知り合いだから。そうだね、そうだね。塩谷駿だよね。塩谷駿君。あー、彼か。それになりたかった。もう憧れてましたね。かっこいいな、なるほど、レッドかっこいいなって感じでしたね。まあ2人ともザ・子供です、ね、そうだね、ザ・子供だな。俺はもうこういうのやっぱりリスナーも聞きたいだろう、うん、はい、ズバリ、はい、女性のタイプを教えてください。あ、いいですね。あ、いいですね。あ、いいですね。リスナーはそれを聞きたい。それが聞きたい。どういう女性が好きなんですか。ここでこうね、問われるよね。逃げるか、まっすぐ、まっすぐ来るか、それともかっ、そうそうそう、でもちょっとこうなんか優等生の発言、優等生の発言するかじゃねえぞって話ですよね。これでね、大体わかりないみたいな、そうそうそうのとかあるじゃん。大体わかりますよ。わかりますよ。じゃあ岩翔行こうか。僕本当に猫顔が好きで、結構きつめな、はい、キリッとしたリアルですね、はい、感じがすごい好きですね。好きで、でショートロング、髪がロングです。ロングの猫、わかる、ロングの猫で黒髪茶髪、黒髪です、黒髪。なるほど。なんなら見えてくる、赤リップなんかしちゃって、ね、あらきつめな感じがいいな、ない感じ、なるほど。あ、いいね。結構僕が、なんですかね、うん、ちょっと甘えちゃいたいな。まあ、まあ、お前、どちらかというと犬系だもんな。犬だね、子犬。子犬、子犬。ワンワンって感じ。そうな。うん、豆柴、豆柴。そうなんだよ。だから、本当にね、生肉食うグループじゃないんだよ。え、それは。最近ちょっと変わったんですよね、うん、最近は綺麗系がいいなーっていうのを、なんていうんですか、ブルーベース、うん、ブルーベとかイエベとかあるじゃないですか、うん、まあ、黒髪のロングで、うん、綺麗系で、うん、まあ、年上がいいですかね、どっちかというと。今何歳だったっけ。23歳でございます。あ、じゃあ25、6。ああ、いいですね。そうこれはいいですかね、うん、まあ、自分があの結構あのズボラな部分がございますので、そこを整えてくださるお姉さん、女性の方、その方がいいのかなって。まあ、年下の子だったらもう、うん、なかなか、まあ、自分がズボラだったら、うん、あんまり、まあ、あんまり頼りにもしてもらえなさそうなんで、うん、自分が頼れて、うん、あ、まあ、甘えれるような、なるほど、方ですかね。例えば優しくて、はい、翔平起きてっていうタイプと、はい、おい翔平どっか連れてけっていう感じの起こし方、どっちがいい？2人目は、2人目は実在しない。1人目は分かるんですけど、で起こした後にもういつまで寝てんだ、まあそれはもうどっか連れてけみたいな感じで攻めてくるタイプ、大歓迎です。逆にどっちがいい？だからそのもうみたいな、もう優しい感じで強めて、いや強めで来ていただいて大丈夫ですね。強め、うん、あ、強め、年上もいいじゃん、ちょっと年上みたいな、そうですね、強め年上、なるほどね。上司っぽいタイプがいい、お母さんっぽいタイプがいい、お母さんっぽいタイプ、なるほど、家庭的、なるほど、料理も上手、野菜多めの料理を、なるほどね、あ、いいですね、外食続くとね、はーはー、うん、グラマラス、それともちょっと控えめ、グラマラスでボンキューポン。グラマラス、いいとこ取りね、いいとこ取り、いや、そこは求めません、求めない、いや言ってやるよ、言ってやるよ、グラマラス求めません、どうしたどうした、今好きだけど、そこまで求めませんよ、パートナーには求めません、パートナーには求めない、でも、どちらかといえば、まあ、あればもう、あれば万々歳、いるかね、年上で美人で、いますよ、お母さんっぽい、私、いっぱいいる、私は3つまでしか当てはまらない。ボンキューボンが外れた感じですよ。ボンキューボン以外、いや姉さんね、ほら自分のキャッチコピーもそうだけど、うん、ナイスバディなんですよ。あ、そうです。
確かに忘れてた、忘れてた、ヌード写真なんですよ。見たらセミヌードだって出してるんだから。そうなんですか。そうです、本当ですよ。あら、その写真を撮ってる時になんか俺もいて、そこはカメラマン、どういう状況ですか。カメラマンと姉さんだけだからって言って、いいね、いいですよ、そういいねっていうのがすげえ声だけ聞こえてたスタジオで。めちゃめちゃシュールですね、その空気でシュール。いたよね、俺いた。だってあんたたちが やり出した企画だもん。そうだね、ラジオの小物にね、みっちゃん水着取りなよっつってヘラヘラ笑っとったらカメラマン連れてきて、ってなって引き下がれんくなって。悪いですね。やったんだ。そしたら結構すごい雑誌に載って、ね、あれ面白かったな。面白かったね。さあどうですか、なんかちょっとまだ長引いてる。まだね、全然こうキャッチコピーつかないから、来週、来週持ち込みだ、来週しましょう。来週に持ち込みだ。まだ今週は表面だけ、表面だいいとこだけ、まあ、なんとなくね、こっからもうゴリゴリ掘り下げる。よろしくお願いいたします。ノリノリでいこうぜ。さあそれではじゃあね、せっかく2人来てくれたから、うん、ね、ランページの曲を、ありがとうございます、流してくださいよ。はい、はい、では僕たちの12枚目の、シングルとなります、うん、はい、Fears です。どうぞ。ノリノリで行こうぜ。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。 FMI1 のホームページのメッセージ&リクエストからノリノリで行こうぜを選択してメッセージを送信してくださいということで、なんかもうトークが盛り上がりすぎちゃってね、なんかね、なんか時間が過ぎたな。一瞬だったね、全然掘り下がる前に。楽しかったですね。いや、すごいね、やっぱりすごい。ありがとうございます。だから来週ゴリゴリ掘り下げていこう、ね、そうですね、楽しみです。何でも答えてくれそうな予感ね。この二人は行くね、答える ね、 行くね。行くね。面白い。行っちゃいましょう。行っちゃいましょう。行っちゃいましょう。楽しい。行きますよ。さあ、でさっき流してくれた曲、はい、はい、ね、いつリリースだったんですか。あの9月30日なので、はい、もう少しでね、もう少し、はい、もう少しリリースとなるんですけども、はい、あの本当に今 の、うん、あの世の中の現状だったりとか、うん、あの、まあ、ちょっとなんですか、どうしようもできない、やりせない感じだったりとか、うんうん、でこれがあの恐怖新聞というあの佐藤大樹さんが、はい、出演されている、はい、ドラマの主題歌となっておりまして、ありがたいことで、ドラマのその世界観もそうですし、うん、まあ、ランページなりのこの今伝えれるメッセージ性といいますか、うんうん、まあ、こう落ち込んでしまうこともあると思うんですけども、うん、まあ、こう何ですかね、強く生きていくためになんか希望を胸に持ってっていう、あの結構今までにないような強いあのメッセージ性が込められている楽曲ですので、ぜひ、ミュージックビデオの方も見ていただければなと思ってます。お願いします。マジでか、こんな感じじゃない、こんな感じじゃない。あのね、本当ミュージックビデオはね、詐欺ですよ。かっこよすぎんだから。あとね、今回の曲はね、うん、イントロがめちゃくちゃいい。うーん、やっぱドラマのね、やっぱ主題歌ってイントロが一番すごいよね。わかる、ドラマってそう、イントロ大事だから、そのイントロが流れたらあって思えるような曲になってる、うん、東京ラブストーリーとかなんかもうイントロのブーンだもん、ジャガジャーンだ、もうジャガジャーンで盛り上がるもん。そう、うん、とかそういうね、あれは俺大好き、イントロ。ありがとうございます。じゃあ来週もぜひね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今回のノリノリでいこうぜはここまで。お相手は心のインサイドボクサー平沼のりさと、ナイスバディのあなたの先生三浦康子と、ガラツキジョロリ白衣と、ザンページ岩井翔吾と、浦川翔平でした。さようなら。